撮影に使用されたビジナダの境界前広場。戦略大作戦は1970年6月23日に劇場を公開されたアメリカの戦争映画。第二次世界大戦中のヨーロッパ戦線を舞台に連合軍のならず者たちが繰り広げるアクションコメディである。日本では1970年12月26日に劇場公開された。 第二次世界大戦も末期に差し掛かった1944年9月、フランス、ノルマンディ上陸作戦以来前線で戦い続けているアメリカ陸軍第35不評師団のビッグ・ジョー、総長率いる小隊は、いつも肝心なところで交代を命じられ、未だに手柄を立てられず、苛立ちが募る毎日。そんな中、ビッグ・ジョーと元中尉のケリーに当兵は、 ドイツ国防軍の情報商工団交付大佐の身柄拘束に成功する。ビッグジョーもケリーも大した情報は期待していなかったが、団候補の手荷物を調べると、金の延べ棒が隠されていたのである。ケリーは、団候補に酒を振る舞い、泥酔した団候補から、前線の向こうにある小さな町、クレアモントの銀行に、大量の金塊が保管されている旨を尋問で、聞き出した。そして、 ケリーからこの話を聞いた小隊の兵士たちは、クレアモントの近海をくすねるべく、含むを放棄して、中隊長メートランド隊員の休暇中に前線越えを、試みる。損耗と被害を出しながらも、目的地に到着した一行は3両のティガー戦車の、うち2両を撃破するも虎の子のシャーマン戦車は故障で、稼働できず、近海を目の前に、手詰まりとなった末に、 相手ティーガー戦車社長と直接交渉に持ち込み、現状と状況を明かして取引は成立した。88ミリメートル砲で銀行の扉を吹っ飛ばし、その場にいた面々は、各々の,のの車両に金塊を積んで去っていった。日本語吹き替えは、2016年9月7日、発売の吹き替えの力シリーズ戦略大作戦日本語、吹き替え音声追加収録版ブルーレイに収録。 ありがとうございます。